はい、こんにちは。しゃべりすじぎゲーマーの時間ゃあ、ですよ。今週は、まず自己紹介ですね。IGN Japan 編集部から川内です。はい、ゲームシナリオライターの鏡と真です。はい、ライターのお茶館です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今週は、ちょっと前に任天堂から、新ハードの、発表があって、発売日とか全然出てないし、どんなものかわかんないですけど、で、そういった中から、ローンチタイトル、過去のローンチタイトルの思い出を語っていきたいなっていうふうに思い、もうこのメンバーに集まっていただきました。おい。はい。で、ローンチタイトルって言っても、やっぱその各ハード、一番推しというか、そのハードを売るための、結構引きとなるタイトルを出したりとかするので、またそのハードの特色を抑えたような、タイトルが多いので、意外と結構こうね、過去のものとかも、思い出すついでに調べたりとかしたら、面白いタイトルがいくつかあったので、そういった話とかもできたらなっていうふうには思います。はい。はい。じゃあ、最初に、じゃあ、まず、都心さんから思い出のローンチタイトルを。はい。ちょうど、僕の YouTube チャンネルの方でですね、みんなで割と集まってワイワイローンチタイトル見ようぜみたいな回をやってですね。いや、ほんとすごい時間かかったんですけど、一応ファミコンから PS5 まで見ていった中で、いろいろ印象に残ったのは、僕個人の思い出という話で言うと、ゲームボーイカラーを結構やってたので、で、ゲームボーイカラーのローンチがですね、ゲームボーイカラーって、98年の10月21日に出てるっぽいんですけど、テトリス・デラックス、グローカル・ヘキサイト、ワリオランド2、盗まれた財宝って出てて、で、一応ゲームボーイと両対応としてテリーのワンダーランド出てるんですけど、やっぱワリオランド2はね、めっちゃ面白かったんですよね。ワリオラン、はい。今でもね、よく名が上がりますよね。そうなんですよね。だからね、ワリオランドは、マリオのライバルの一人であるワリオが、頑張るゲームなんですけど、とりあえずゲームのメカニクスとしては、ワリオ死なないんですよね。ゲームオーバーみたいな概念がなくて、残機もなくて、敵に当たると吹っ飛ばされて、ちょっと戻されるっていうのがあって、ボス戦とかも、ちょっと戻されて吹っ飛ばされると、やり直しになるっていう、作りとしては一緒なんだけど、ワリオのタフさとか、そういう感じが出てて、結構、いいっすね。そう、独特だなって思ってやってたし、あと、プラス、マリオって結構積極的に変身すると思うんですけど、ワリオも敵に、で、ワリオは敵に接触すると、変身するっていうか、ちょっと消極的というか、受け身の変身で、潰れたり、燃えたり、ゾンビになったりとかして、とにかくなんていうんですかね、仕方なくというか、やられてしまう感じが出てて、その辺も、なりたくないのになっちゃうみたいそうな。そうそう、マリオがこうだからワリオはこうだみたいなのがあって、かなり当時面白かったんですよね。攻撃もラリアットしながら突っ込んでいくというか、腕をプルプルさせながら壁を破壊するみたいな、そういうダイナミズムがあって、で、シナリオも無茶苦茶だし、そう、とりあえず開幕、水没した自分の城の中で、バカでかい目覚まし時計を止めに行くという意味不明なストーリーから始まる 最高のゲームなんで、やっぱカラーですけど、今やってもすごい綺麗だし、全然楽しいですね、これ。やっぱ、ワリオランドって今、それこそ いくつか、スチームでも、インディーズのフォロワー作品がいくつか出てるんですけど、本当にまだまだ本家が出してもいいぐらい、ワリオランドって輝けるタイトルだと思うんで、またやりたいなと思ってますね。そうなんですよね。地味にだいぶ忘れられた IP の一つになっちゃいましたね、ワリオランド。最後、セイクですかね、多分。Wii の。そうね、多分。Wii で最後に出たってことは、もう結構年数経ってますよね。そうなんですよね。Twitch に入って、やっぱ Nintendo の IP いろいろ復活してる中で、ワリオランドだけ、やっぱ、ワリオランドも復活してないやつの一つになっちゃって。いや、スイッチ2ローンチあるんじゃないですか、スイッチの販売機に。我々 のそれ4。はどうかな。でもそれこそ、そのゲームボーイカラーのね、そのローンチで遊んだっていう、ね、
我々世代の人がなんかこう涙を流しながらあの時のって言って買うかもしれないから。そうですよね。そういう狙い目をねやってますよね最近、うん、天皇もね、うん。結構ついてきますからね。うん、そのやっぱあれですか、やっぱその子供ながら熱中して遊んだ要素っていうのは何だったんですかね。何だったんですかね。当時だと。まあ、でもやっぱこうマリオに対してこうちょっと、うん、変なことしようみたいなのがすごい感じられたし、うんうん、まあやっぱこうマリオよりもこう暴力的なんだけど、その分こうやられちゃう時もあるみたいなその辺のなんていうんですかね、アップダウンが激しい感じのゲームで、はいはいはい、音とかもそんな感じだったし、やたら画面がパキパキしてたりとか、いやすごいこう面白かったですね。すごいちっちゃい画面でしたけど、あんまりそれを感じさせないようなうんうん、ゲームで、まあでももちろんマリオも好きですけどマリオランドのこのなんか感じね、オーバーな感じすごい良かったですね、うんうん、やっぱそのマリオを遊んだことがあるからこそこうなんか新鮮に映るマリオの世界みたいな感じだったんですかね。うん、めちゃくちゃなんですよね、マジで、本当に。うん、コックがケーキを投げてくると、それを食べるとむちゃくちゃ太るとか、なんか意味わかんなくて。コックがランダムにケーキ投げてる時点で結構面白いですけどね。最高でしたね。はい、だいぶなんかまあ、ね、なんか素直にこう変化していくような感じが、まあ、どうなるかっていう予想もつきやすいっていうのもまた面白い。そうそうそう。もともとね、スーパーマリオランド、うん、で出てきたキャラでワリオ、それでスーパーマリオランド3で、うんうん、ワリオが主人公になったのかな多分、うんうんうん、そうですね主人公になってでその後ワリオランドっていうシリーズが確立して、だからこのスーパーマリオランド3ワリオランドが初めてワリオが、うん、横須賀、まあ多分あれかな、普通に初めて主人公になったと思うんですけど、うんうんうん、そうですね、その後ね、この、ワリオランド2の前に、一応バーチャルボーイで、ワリオランド出てて、アワゾンの。デパートでやりましたよ、俺、それ。そう、だから、ワリオランドとしては、3作目っていう。でちょっと、アワゾンの秘宝、すごい評価高いんだけど、今、さすがに遊ぶのが困難すぎるという感じですけど。はい、確かに初めてワリオランドに触れたって人は、そうですね、ワリオランド2が。初めてって人は多いと思いますよね、やっぱり。あ、まあそんな感じですね、僕。はい。じゃあ続いて、お茶館さん、いいですか？そうですね。自分は、任天堂ランドの話をしようと思ってて、USJ にあるのとはちょっと違うんですけど、スーパー・ニンテンドー・ワールドとは全然違くて、Wii U で出てたローンチタイトルで、はい、Wii U は2012年の12月8日ですね。まあ、そうですね。12年前。うん、もう12年前かっていう。そうそう。で、都心さんの放送、ちょうどそのゲームのローンチ振り返るみたいなのちょうど出てて、いろんなゲームハードのローンチ見てたんですけど、やっぱね、任天堂ハード、売れてないやつはローンチ弱いんですよね。後から見てっていうところもあるんだけど、やっぱ例えばゲームキューブとか、うん、は、ロンチの目玉は、ルイージマンションとウェーブレースっていう。もう、あーみたいな。まあ、いいゲームですけどね、どっちも、ね。いや、いいゲームだと思うけど、でもやっぱ、マリオじゃないんだみたいな。そうですよね、まあ、思うですよ。マリオとかゼルダとか、そういうインパクトがあるのが来てる感じではないですもんね。そう。で、DS のロンチとかも、今度 DS はめっちゃ売れたハードですけど、DS のロンチは、ニュースーパーマリオブラザーズ。ああみたいな感じだし、しっかりあれですね。そうそう。に対して Wii U のロンチは、任天堂が出してるやつは、ニュースーパーマリオブラザーズ U と任天堂ランドだったんですけど、うんうん、まあ、ニュースーパーマリオブラザーズ U はもうこの時点でニュースーパーマリオシリーズちょっとやっぱもう乱立してて、若干嫌いなところあると思ってて、若干見向きされなかったみたいなところあると思うんですけど。もう一つの目玉として、まあ、これも今見てうーんという感じだと思うんですけど、任天堂ランドってのがあって、まあ、でもこれは、任天堂のいろんな IP をテーマにしたアトラクションというかミニゲームみたいなものがたくさん遊べるゲーム、うん、まあ、だから Wii のこう初めの頃に出てた Wii パーティーとか Wii スポーツとか、
思うんですよね。ああいう感じで、まあ、だから Wii U の機能を生かしたバラエティに富んだゲームが遊べるっていうのにプラスして任天堂の IP がいろいろ入ってるよみたいな感じのゲームで、まあ、名前の通り遊園地みたいなね感じの、ジャンル名今見たらテーマパークアトラクションって書いてありますね。そのまんまですね。ゲームじゃないっていう。まあぶっちゃけ多分そんなに、ああでも今なんだかんだ500万本売れてるんですね世界で。あ、そうなんだ、すごい。へえ。じゃあ Wii U 買った人の半分ぐらいは買ってるじゃないですか。半分じゃないか、3分の1ぐらいか買ってるんですね。別にセットってわけじゃなかったと思うんで、当時は。意外と多いですね、それでも。そうそう、まあ、Wii U やっぱソフト不足だったと思うんですけど、まあ、任天堂ランド買って、まあ、やっぱりね、友達家に呼んだ時に一緒に遊ぶ分にはやっぱめちゃくちゃ面白いですよね。まあ、例えば、ゲームパッド、ゼルダの伝説バトルクエストっていう、まあ、アトラクションだったら、Wii リモコンを持ったプレイヤーは、Wii リモコンでリンクの剣士みたいな感じでこう敵をバサバサ切り倒していく。のに対してゲームパッドを持ったプレイヤーは弓でこうやって他のその剣士を援護してあげたりとかね、うんうんうん、そういうことをやるんですけどっていう感じで、まあ、ゲームパッドの、ね、遊びも活かしてて、まあ、非対称マルチみたいなとこあるじゃないですか。ある意味で言えばコープで非対称もちょっと珍しいと思うんですよ。でもそれはやっぱ、うんうん、ゲームパッドがあるからだよねっていうのもあるし、このゲーム主人公がちょっと透けてる DPS なんですね。あ、そうなんですよね。ゼルダの、ね、やつはね。不思議ですね。はい。まあ他にもいろいろあるんですけど、まあやっぱ結構、まあどのゲームもよくできてて、普通にパーティーゲームとしては本当に楽しかったんですけど、まああんまり語られてないタイトルだなとは思いますよね。やっぱり任天堂のロンチの中でも。ルイージマンションの方が話題になりますよね、やっぱり。むしろ後となってみたら、そう、その確かね、これ自分Wii を持ってなくて久々に買った任天堂ハードが Wii U だったんですよ。で、うん、その時に他にね遊ぶタイトルってあと何でしたっけ、ゾンビ U とか。あ、そうだ、そうなんですよね。この頃まだというか UBI と蜜月で UBI が、うんうん、任天堂のローンチにすごいこうソフトをね、差し込んでくるみたいなことを結構やってたんですけど、はいはい、スイッチはないですね。ただこの時ぐらいまでってことですかね。そうですね、うん。EA とか UBI とか結構 Wii U ロンチの時点で結構頑張って出してくれてたんですけど、ね、確かに バットマンとかもありましたよね。ありましたありました、はい、そうそう、マスエフェクトとかもあるし、うん、すごいですよ結構。そうそう、やっぱりもあるし、最近のね、ここ十数年ぐらいのハードはやっぱ縦マルチ多いですよね。ローンチに前の世代で評価されたゲームの、まあ、デラックスエディションみたいなのを持ってくるみたいなパターンが結構多くて、うん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 、最近のローンチってタイトル数すごい多いんですけど、半分ぐらいはそれみたいな感じです、ね。ああ、なるほどね。新作ではないみたいな、そのハードに合わせた新作ではないっていうのが。そう。まあ、その代わり完全新作が結構目玉っぽいという感じはありますけど、ね、うんうん、はい。ただ Wii U はゲームパッドがあるから、多分そのロンチで出してた EA とか UBI とかにも多分ゲームパッド使った遊び入れろっていうと、ちょっと任天堂からの圧力が多分あったと思うんですけど、だからちょっと単純に縦マルチっていうの手間よりもちょっとあるのかなって感じはします、ね。確かにね、うん。確かに。なんかその、まあ、そのゲームパッドを生かした遊びも追加してるんだからっていうところは、多分メーカーとしてはかなりあったと思いますよね。縦回り近いよってこうユーザーが思う以上に。うん、ただ、結局 Wii U は伸びず、うん、まあ、という感じで、スイッチのね、ロンチにやっぱ UBI がなかなか来てくれなかったのも、やっぱちょっと Wii U のあれが尾を引いてたんじゃないかみたいな感じも、ちょっとどうなんでしょうかって感じです。どうなんでしょう。そうで、ただそう、あれですよね、Wii U ってそのローンチで買った時に、最初なんかリモコンついてなかったんですよ、Wii リモコン。で、まあ、センサーバーとかもついてなくてっていうのがあって、まあ、割と付属品はなんか自分でまた別で揃えなきゃいけないっていうハードルがあって、で、まあ、もちろんその友達と盛り上がって、任天堂ランドをもう買った日、もうなんか一緒に買いに行ったぐらいですよ、もうなんか2、3人で。でもこれやるぞみたいな感じだったら、もうできないんですよ。もうリモコンがないから。また買いに行くっていうのは、そう。
やってて、そう、でもそのお前ハード買ったから、じゃあちょっとコントローラー割り勘してよみたいな感じで、みんなで買い出しやって買って、で、任天堂ランド遊んだっていうような思い出はありましたね。いいですね、最高ですね。そうですよね。だそれでがさ、Wii U 持ってる人前提みたいな作りになってたのも、やっぱりちょっと良くなかったし、Wii U って名前を見て、Wii の周辺機器かなみたいな思ってた人多いみたいなね、話もよく聞きますけど。あ、そうですよね、なんかそう、Wii 持ってない自分が悪いのかってちょっと思うぐらい。いや、そうだよね、ちょっと普通にあんまり良くないですよね。そうっすね、まあなんか、結構そうですね。まあ、ニンテンドランドでも結構グラフィックもなんかすごい綺麗というか、なんか魅力的な、なんかあのアートスタイルで、なんかこう、今、ホームページ久々に見たけど、そのアトラクションのアイコンめちゃくちゃいいですよね。うん、そうですね。それぞれの。本当になんか遊園地のアトラクションっぽい感じのロゴで、まあ、ゼルダだったらこう、バトルクエストってただ書いてあるだけじゃなくて、このゼルダの世界観に合ったような、かつ、こう、遊園地にデフォルメされたようなデザインで、こう、今見てもワクワクするっていうのがね、まあ今、ね、現実があるんでね、もうね、あったかもしれない。そうですね、確かに。あれですけど、まあ、この時は本当にその、任天堂のね、テーマパークっていうのを、こう、なんかこう、夢描いても、なかなかこう、実現できるか怪しいっていうのはあったと思うんですけど、絶対、今で。絶対、あ、動いててしたでしょうね、プロジェクトとしては。うん、ああ、かもしれないですね。この頃から、リアル版作る。うん。うん、まあ、やっぱあの 今から見て、例えば Wii スポーツはローンチタイトルとしてめっちゃ伸びてるから、やっぱすごいよねってなってるけど、任天堂ランドがあの Wii スポーツぐらい知名度がある世界もあったかもしれないです。そうですね。そうね。十分売れてますけどね。まあそうですね。うん、まあでもにしてもやっぱその Wii スポーツほどなんかこう誰しもが遊んだって感じじゃなくて、むしろなんか遊んだことある人に出会うとちょっと嬉しいタイトルって感じですよね。そうですね。やってたのみたいな話の話で盛り上がれるっていうのがやっぱあるんですけど、うん、まあそれもまたそれで魅力ではあると思うんですけど。ですね。じゃあ次僕の方ですが、まあ私もローンチタイトルで言ったら、まあ Nintendo 64。のスーパーマリオ64ですね、うん、はいはいはい、やっぱこれは当時としてかなり衝撃的で、うん、まあ、それまでずっとスーパーファミコンで遊んでたわけですよ、うん、でちょうどだからそのいくつだったかな、かっこ幼い時なんですけど、でローンチしたら多分出てすぐ買ってないんですよ、買ってもらえてない、うん、でやっぱそのこういう大きいものを買ってもらえる一大チャンスって多分年2回で、誕生日とクリスマスなんですよ、はいはいはい、でだからもう僕は夏に遊んだんですよね。ちょっと、発売日いつだっけかな、Nintendo 64は。Nintendo 64は、96年の6月23日ですね。あ、だからちょっと出て2ヶ月ぐらい経ってから僕は買ってもらったのかな。うん、で、ただ、うん、その、当時、Nintendo のあのテレビ番組、夕方にやってたの、うん、知ってます？わかるけど、名前忘れちゃった。なんだっけ、あれ。Nintendo の、テレビ番組スーパーマリオスタジアム、ああ、うん、はい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 、かな、自分は見てなかったけど。渡辺徹さんが司会でやってたやつで、あ、まあこれであの、まあ、バチバチに宣伝してたんですよ、で、はいはいはい、当時のなんか少年たちはこの番組を見て、あ、任天堂64すげえってなってるさなか、こうローンチしたらあの近くのデパートに実機が置いてあって、でそのマリオ64を試遊できたんですよ。でも長蛇の列で、もう毎回買い物に、あの親の買い物についていくついでに行ってこう並ぶんですけど、自分の番が来る前にあの親に帰るよとか言われて遊べないみたいなのがあって、で結構ずっと通ってで、うん、なんか誰も並んでない時があって、でも走って筐体って遊んだ時はもう本当に夢見心地でなんかで、かつ、本当になんか 2D の横スクロールのマリオしか知らなかったけど、この 3D でかつこう自由に動かせるっていうのも良かったし、で、またこうコントローラーの形状がもう何とも未来を感じさせるような形をしてたっていうのもあったので、なんかこれ、なんかすごい、すごいなんかものがやってきた感がすごかったんですよ。で、まあそんな感じでやっぱ特別なゲームだったんですけど、で、あの、ちょうど夏休みに入った時、終業式終わって学校から帰ってきたら、うちのじいちゃんがやったら得意げな顔で立ってるわけですよ。で、何かと思ったらテレビに任天堂64がもう設置してあって、
遊べよみたいな感じで言われて。ああ、嬉しいですね。って言って、もう狂ったように遊んだの覚えてますね、その後。だなんかやっぱそういった、なんていうんですかね、やっぱ子供の時に一番、なんていうんだろうな、こう、なんか今大人になると、は出たって言って、まあ今ね、普通に顔を止めば変えちゃう年齢だからこそ、なんかそういった特別な体験ってない、うん、あなかなかないんですけど、うん、ただ、その、子供の時ってなると、もう買ってもらえるかもわからないし、いつ買ってもらえるかもねっていう部分もあるし、そんなにね、本数も遊べるわけじゃないっていうのもあるので、まあ、そういった中でかなり特別な体験だったなっていう意味で、マリオ64。ゲームの内容はもうみんな知ってると思うんですけど、だから本当になんかそこの思い出、まあ、中心にちょっと今喋りましたけど、いやー、64と時岡は本当になんかみんな話題にしてましたよね、マジで。うん。いや、懐かしいな。64。でもそうですよね。やっぱちゃんと、はい、マリオ64をローンチで用意できたのはやっぱ偉いですよね、64は。本当に。なんかそうですね、うん。なんかこれがローンチにあったからやっぱみんな買ったと思うし。ね、これがパイロットウィングス64だけだったら、いや、いいゲームですけどね。いや、面白いけどね。64のローンチは、スーパーマリオ64とパイロットウィングス64と最強ハブ将棋ですね。あ、ハブ将棋なんですね。ウェーブレーサーはその後なんですね。3ヶ月後ですね、9月27日。あ、マリオ、マリオカートはそのさらに3ヶ月後ですね。12月。東京が結構後ですよね。結構後ですね、はい。うん、もうなんか64っていうのが結構当たり前になって浸透してる中で、こうドカンとやってきたタイトルっていう印象はあったので。うん、そうそうそう、あ、随分後だった。大乱闘スマッシュブラザーズに関しては3年後ですね。99年です。あ、3年後なんだ。意外と経ってますよね。まあ、でもまあずっとやってたな。結構64のローンチってそう考えるとやっぱスイッチのローンチにちょっと近いなって部分が感じる部分あって、やっぱ一番目玉となるタイトルが頭にあって、で、うん、ちょっとしか開けてない期間の間にもうマリオカートっていうまたビッグタイトルがやってきてっていう流れがあったので、うんうん、ちょっとその辺似てるなっていうふうに思いましたね。そうですね。しかもこう Wii スポーツとかそういうパーティー系のと違って、やっぱスーパーマリオ64はちゃんとそのなんかコアゲーマーとかも満足させたタイトルだと思うし、うんうん、でもブレあのスイッチのブレワイと似たような立ち位置ですよね、スーパーマリオ64、うんうんうん、ローンチっていう、うん、64あの時だから子供の時だし、まあそのね、スムーズにやっぱクリアできなかったっていうのもあったんで、多分1年ぐらい遊んでたと思いますよ。いや、難しいですよね、普通に。そう、1年後になんか最後のクッパのとこまで行ってみたいな感じだったと思うんで、まあいろいろなんかすごい、だから長く遊んだ分思い出深いんですよね、やっぱそのステ各ステージとか、なんかその季節感感じるんですよ。64のステージに自分の遊んでた季節と、うん、なんか記憶がちょっとシンクロしてて、やっぱその海のステージとか、ウツボに追いかけられるステージとか、なんとなくこう夏に遊んでたなとか、プールの時思い出すなとか、なんかそういう記憶が残ってるんで、まあこう丁寧に遊ぶっていうのもなんかすごくいい体験だなって、今もね、我々も急いでわーってクリアして、切り替えてとかってやってるから、なかなかできないですよね。過ぎ去るような感じですけどね、なんか趣味的なゲームをこう長く遊ぶって言っても、まあほとんど今ライブゲームっていうのもあると思うのでね。うんうん、まあ本当にそういった感じですね。まあがっつりちょっと個人的なローンチの思い出を話しちゃいました。はいはい、なんかお二方他に何かローンチタイトル思い出ありますか？そうですね。まあ思い出でもあるし、うん、まあそのさこの前のその企画で見つけた結構面白そうだなと思ったゲームは、はいはい。ワンダースワンカラーに、はい。僕自身はやったことはないんですけど、はい。ワンダースワンカラーのローンチでライムライダーケロリカンっていうゲームが出てるんですよ。はいはいはい。2000年12月9日にバンダイから。これライムライダーケロリカンですね。ライムライダーケロリカン結構すごくて、まあ音ゲーなんですけど画面が斜めなんですよ、はい、45度ぐらい画面が傾いてて、だからワンダースワンも斜めに置いて、はいはい、このちょっと横に長い
あの変な画面で音ゲーをやるっていうゲームで、これなんか見つけたときすごいあの面白そうだなと思いましたね。結構ワンダースワンってそのなんかいろんな持ち方っていうのをすごくなんか模索してたような。そうなんですよね。そうですね、もともと縦画面横画面両方いけるっていうコンセプトだったと思うんですけど、斜めっていう、うん、そう来るかみたいなかなり変な感じしましたね、うんうん、そう、このライムライダーケロリカンがね、あれですよね、そのビブリボンと同じクリエイターの人のゲームみたいな話らしくて、だったよね。ちょっと調べと、なんか放送の時調べた気がするけど、そう。ちょっとね、テキストのノリもビブリボンっぽい感じで、ちょっと動画プレイ見た感じ。うんうん、うん。あ、なるほど。パラッパラッパーやウンジャマラミをプロデュースした松浦正也さん。あれ違ったっけ、ビブリボンじゃなかった。はい。ビブリボンじゃないんじゃないかな。そっか、ちょっと間違った。あ、ビブリボン入ってる、入ってる、入ってる。あ、ビブリボン。パラッパー、ウンジャマラミ、ビブリオン、ライムライダーケロリカンっていう。そうですね、なんかちょっとそんな感じがあります、ね、ずっとこういうゲーム作ってますね。なんかこの90年代感みたいなのがすごい濃縮されたデザインですよね、こういう、この辺って。はい、まあ、特に全部そのパラッパーとか、あの辺、ウンジャマラミーとか、あの辺のやつもすごくなんか90年代感をなんか思わせるなっていう。サイバー空間と、うん、なんかすごいポップな結構ダンスミュージックっていうか、すごいありますね、その辺は。そう、なんかね、気になる人はプレイ映像みたいなちょっと調べてほしいんですけど、めちゃくちゃヌルヌルでアニメーションがびっくりします、うん。いや、これ面白そうだなっていうのがあったのと、うん、あと、まあちょっと任天堂の話続いたんで、うん、まあプレステの話もすると、あの初代プレイステーションが、うん、94年の12月3日に出てるんですけど、はいはいはい、まあいろいろ出てる中で、またリッジレーサーですね。ああ、やっぱね。なんかそのイメージですよね。そう、こっからリッジレーサーの伝説が結構長く続くんです。うん、まあ結構長くでもないのか、ああ、長いか。まあプレステ3ぐらいまで、続くんですけど、うん、あとビータとかまで続くんですよ。で、まあ、やっぱこのリッジレーサーのこう画面を見たときに、まあ当時もびっくりしたし、当時やってもびっくりしたし、ちょっと YouTube とかで見ても、改めて見てもやっぱかっこいいっすよね。ほんと。ああ。すげえかっこいいっす、やっぱ、画面。いやー、はい、そうですよね。ちゃんとローンチでこれ出してるのがすごくて、プレイステーションってやっぱ、うん、その結果的には結構有名なタイトルは、その 3D のをバチバチに活用しまくってるってやつよりは結構 2D 混ざってたりとかするタイトルも結構有名なのは多いと思うんですけど、うんうん、やっぱちゃんとロンチでプレステ1の性能一番その最後の最後の 3D ゲームと引けを取らないぐらい引き出せるますよね、リッチレーサーに関しては。そうそうそう、うん、まあなんかバーチャファイターに対してこれかみたいな感じがすごいこう印象深いというか、かなりアーケードに挑戦してますよね、うん、アーケードゲームに対して。いやーこれマジ今見てもやっぱ疾走感とかこう迫ってくる感じがめっちゃ表現できてて、いやーかっこいいなって感じですね。もうこれやっぱ当時遊んだんですけど、うん、やっぱ早すごい疾走感あるって気持ちいいじゃないですか、動画とか見ると、うん、めっちゃむずいんですよ、うん、このゲーム。むずいっすよね。本当に十字キーでやっぱ操作するっていうのもあるんですけど、うん、まあ、やっぱ早いしで曲がるときにかなりお尻振るんですよ、この車体が。うん、で、それがコントロールするのがすごく難しいっていうのと、で、ぶつかったら、一回車体がこう、なぜかこう斜めになるんですよ、こう、ガーンって。うん、で、それのコントロールもめちゃくちゃ難しいっていうのがあったんですよね。で、コースが多分結構少なかったと思うんですけど、ただこう少ないのか、はい、俺がクリアできなくて少ないと感じたのか、ちょっと定かではないぐらい難しかったです。いや、難しいですよね、本当に、ね、うん。なんか当時ネジコンが最強だったみたいな、リッチでさ、遊ぶんだ。ああ、聞きますね。そうですね。そう、うん。ネジコンね、まあ、なかなか、ね、そのためにコントローラー買うって感覚がこう当時はね、なかったっていうのもあるんですけど、うん、まあでもなんか持ってるやつはいましたね。なんか一人ぐらいしか知らないけど、そのために買ったか知らないですけどね。まあそう、リッチレーサーやっぱすごく遊びましたね、そういう意味だと、うん。そうですね。だから、まあ、かっこいいタイトルなんで、ぜひ、奇跡の復活を
ね、期待したいなと思います。いや、そう。結構ね、最後ね、ビータで止まっちゃってて、リッチレーサー、うん、ロンチとして。結構俺、このシリーズ好きだったんですよ。なんだかんだ。いや、そうですよね。結構やってる人多いと思うんで。結構、後半やっぱニトロブーストつけたりとか、そうちょっとどんどん派手になってくる。そう、なってったんですけど、その派手さが良くて、どっちかっていうとなんかすごいリアルなカーシミュレーター的なゲームも面白いかもしれないですけど、なんかこう、カジュアルに遊ぶゲームっていうのがやりたかったっていうのもあって、リッチレーサー。でまあ、マリオカートも全然カジュアルかと思いきや、やっぱアイテムがあるじゃないですか。で単純に走りたいなっていう時に、やっぱちょっとアイテムが邪魔に思う瞬間はやっぱあって、そういった時にリッチレーサーってすごくいいあのポジションだったんでね、新作でやりたいですよね。そうですね。鬼ね、ファンはいるんですよ。スイッチ後継機のロンチはリッチレーサーまさかの。大プレッシャー出すと思うけどな。いやでも 3DS のロンチで出てますからね、リッチレーサー。あ、そう、出てましたよね。そう。確かに。まあ、意外とあるかもしれないですね。ないとは言えないかもしれない。久々の復活、ロンチリッチレーサーが。スイッチ攻撃で、うん、またあのその当時を知ってるあの人たちがうおーっつって買うみたいな。いやでもね、個人的にはスイッチのロン、うん、次世代機のロンチはやっぱマリオカート9が余裕で来るんじゃないかと思ってるから、うんうん、そうですね、ちょっとここで食い合いそう。それじゃあちょっとあれですか、あのスイッチ の新型スイッチの、はいはい、予想してみますか。予想っていうか、まあもう的中率もう 99% ぐらいの、大予想をちょっとしてみます。もう予言をちょっと。そうですね。では、まあちょっとお話あったお茶がさせて、マリオカート。そうですね。はい、マリオカートの、まあ、ないんじゃなくて、今のところの最新作は、マリオカート8デラックスですけど、うんうん、このタイトル、まあ、もちろん、もちろんっていうか、まあ、もともと Wii U で出てて、うん、マリオカート8っていう名前で出てたタイトルで、うん、うん、マリオカート8はね、何年前だろう。8自体は結構古いですよね。そうなんですよ、うん、もうだいぶもう8年どのぐらいだ、ちょっと調べよう。まあマリオカート8、マリオカート8は2014年の5月なんで、あ、ちょうど10年経って。10年前ですね。11年目ですね、今。そう。あ、でね、まあ、Wii U で生まれたタイトルで、なんですけど、うん、まあ、やっぱスイッチで伸びたゲームですよね、マリオカート8って。やっぱりスイッチでもう本当に未だに売れ続けてるみたいな、めちゃくちゃ人気のタイトルなわけですけど、うん、やっぱ10年経ってるわけですよ、前作から。そうっすね。作ってるでしょ、うん、絶対、マリオカート9と思って。で、そうで、マリオカート9を、うん、多分裏で作る中で、多分マリオカート8のね、ダウンロードコンテンツとか用意して、ちょっとシリーズのね、IP としてのあれを維持してたんじゃないかっていう予想で、うん、まあじゃあどこで出すのかって言えば、やっぱ次世代機のローンチにマリオカート9、これしかないだろうという。もう、やっぱり。もう分かるぞって。分かってる、もう見えてるんで、ちょっとこれは。確かに結構期間がやっぱ空いたっていうのもあって、こう、その間、こんだけの売れ続けてるタイトルの新作を用意してないはずがないですもんね。そう、開発期間も十分ある、うん、その実験する時間も十分あるし、うんうん、その実は開発の時間も十分あると思うんで、まあ、今、9が出てないっていうことは、つまりやっぱ次世代機のロンチに玉として、まあ、ロンチじゃないと、まあ、ロンチに玉として取ってるというふうにやっぱ予想。ますね、確かにかなり 手堅いという手堅い予想だと思うんですけど、手堅い予想ですよね、うん、やっぱそのマリオカートってそのやっぱちょっとずつ新しい要素がこう追加わったりだとか、なんかまあそのタイトルにしかない要素とか、まあね、2人乗りとかそういうとかあったと思うんですけど、うん、なんかこう9に求められるなんかこう新しいなんかアイディアってなんかあるのかなっていうのがもうずっと考えてるんですけど、思いつかない。そう、やっぱ8でやっぱ1個完成されたと思っていて、やっぱマリオカートシリーズ、うん、そうだからもしやるとしたら、だからその純粋に8よりもね、グラフィックが綺麗で、うん、まあちょっと追加要素追加しましたみたいなやつでもまあ当然売れると思うんだけど、うんうん、どうなんだろうなと思って、ちょっとなんか結構
ちょっと大幅に変えてくるような要素があるんじゃないかなっていうふうに自分は思うんですけど、うんうん、まあね、ちょっと、まあいろいろね言われてると思うんですけど、例えばなんか、フォルツァみたいにね、あの、都市型になったりとか、そうそう、オープンワールド的になったりとか、まあ、もしくは自分の知り合いは、あの、マリオカート DS にあったミッションモードを入れてほしいみたいなこと言ってるけど、でも何を追加したら、まあだから、そうですね、まあだからアイテム、まあだから、結構その基本の本当に、レースゲームとしての操作感みたいな本当に完成されたと思うから、うん、8で、まあ、だからアイテムをどう使うかとか、やっぱダブルダッシュみたいなちょっとそういう面での発展っていうのがあるかもなとはちょっと思ってますけど、まあよりそのなんかまあアイテムを使った戦略性の部分だったりだとかがまたブラッシュアップされたりだとか、なんかちょっとやっぱアイテムボックスを取ってランダムで出てきたアイテムを使いつ使うかってことをずっとやるゲームなんですけど、やっぱもうちょっとそこに、うんうん、こう例えば必殺アイテムみたいなのがねあって、こうそれの使いどころも考える必要があるみたいな、そのもう少しアイテムの面で奥行きが出たら面白いのかもとは思ってて、うん、結構ねマリオカート8って競技的なシーンも熱いシリーズなんで、マリオカート8、そうですね、コミュニティが結構ね盛り上がってるんですよね。で、任天堂公式もこの間大会やったりとかしてたので、うん、割とそういった面もあるんですけど、結構やっぱ戦略って今のアイテムの感じだと、その順位を調整してアイテムを取って、うん、なんか欲しいものをこうなんか引いてから行くみたいな、あの戦い方、戦略があるんですけど、うん、まあ、俺それ結構、なんか、どうなんだろうなって思うが。なんか不思議な感じがしますよね、やっぱり。後ろにいて、で、なんか、そうですね。強いアイテム出たらまくれるみたいな感じの戦略か、まあ、逃げ切りでいくか、みたいな。ちょっと競馬みたいですけど、なんか、客室でこう開けてみたいな感じの、あれになってるんですけど、うん、まあ、なんかそうじゃなくて、純粋にやっぱレースしてる中で、アイテムを獲得して、で、そこでなんかどう使うかっていう戦略性みたいなものがブラッシュアップされたら、もう沼じゃないですか、マリオカート。そうですね。そこにやっぱちょっと個人的には期待したいなって思ってますね、ない。うん。だからさ、そうなったら面白そうですよね。もちろんね、次世代機の、グラフィック面でのね、性能を見せつけるタイトルとしても、うん、持ってこいだと思うので、やっぱロンチにマリオカート9は、やっぱ、硬いと思います、ね、うん。やっぱレースゲームですよね、グラフィックパワーを見せつけるには。そうですよね。うん、まあ、手頃ですね。うん。都心さんは、なんかローンチタイトル。まあまあ、さっき言ったとおりマリオランド4が来ると信じてますけど、うん、もういろんな100種類ぐらいの。100種類ぐらいのマリオの変身が楽しめるみたいな。はいはい。わかんないですけど。まあでも、でもどうだろうな。まだ半分ぐらいは本気ですね。本当に来てくれたら嬉しいけど。いや、来てくれたら嬉しいですね。でもそうですよね。ワリオは本当にそれこそ時間出てなくて、うん、まあ、逆にそのルイージマンションがロンチだったかのように、こう、なんかワリオをこう主役にしたものが出てきてもまあおかしくはない。ね、まあマリオカートでね、うん、看板貼るんだから、その、サイドラインはもうちょっと遊んでくれてもいいかなっていう、挑戦的な、そう、まあまあね、まあベタなところで言えば当然やっぱ、うん、まあ、3D マリオとかなんでしょうけど、うん、でも 3D マリオかマリオカートはどっちかはなんか1年後とか半年後とかのような気もするんですよね、この感じ。確かにマリオカートもあって 3D マリオもあってっつって、そこで分散されるよりも多分ちょっと期間を空けて、うん、ね、両方買ってもらえるようなタイミングで出てる方がいいタイトルではありますもんね、結構、うん、やっぱ、まあ、僕らみたいな人多分どっちも買うからあれだと思うんですけど、なかなかね、そうね、さっきの僕の子供の時の話じゃないですけどね、年間では1本2本ってなっていく中だったら、なんかどれ選ぶっていうタイミングで、マリオカート選んだんだよねっていう、マリオを選んだんだよねっていうので分散しちゃうのはちょっと寂しいですからね。うん。まあね、まあもちろん、パーティーゲームと一人用なんで、食い合わない可能性はあるんですけど、まあとはいえ、まあ、なんか今までの出し方からするとそんな気もするし、うん、いい感じですね。そうですよね。スイッチはやっぱブレス・オブ・ザ・ワイルドが、まあ、結構ゲーマー向けなタイトルとしてやっぱロンチにドンって出て、まあ、それとは別に、まあ、ワン・ツー・スイッチとかね、ちょっとパーティー向けな
ゲームを用意するみたいなローンチの作り方だったから、マリオカート9みたいなパーティーゲーム的な側面で売れるタイトルっていうのをやっぱローンチに持ってくるのと同時に、ゲーマー向けのタイトル持ってくるんだとしたら、自分はやっぱプライム4の縦マルチ、メトロイドプライム4の縦マルチはこれはある、あるだろうみたいな気持ちはあって縦マルチ系はね、絶対ティアキンもあると思うし、そこそこあるでしょうね、そうですね。ただやっぱ新作だからプライム4は、だからその Wii U でその最後にブレスオブザイドが出て、同時にスイッチでロンチでブレスオブザイドが出たみたいな感じで、プライム4はスイッチの最後の作品でありつつ、次世代機のロンチでもあるみたいなのは全然あるかもなとは思いますよね。これも次世代機のグラフィックとかパフォーマンス見せるのにもってこいな、このタイトルだと思うので、ただそうですね、食い合わないと思うんですよね、マリオカートとプライム4は。さすがに客層が、確かに食い合わないし、好きなやつは両方買うし、そう、別にマリオカートの方に関してはいつ買ってもいいですから、確かにそうですね。それでなんかそのカジュアル層とコアゲーマー層のこのなんかちゃんと分けてこうタイトルが出てるっていう意味だと、かなり強力じゃないですか、マリオカートとプライム4ってなると。そうだと思う、強力すぎるぐらいの少なくとも国内はさておき、海外人気は本当にすごいタイトルなんで、プライムシリーズって、全然プライム4とマリオカート9はかなり硬いかもなというふうには思ってます。確かに。ただちょっと気になるのがやっぱ4ってとこなんですよね。はい、そうですね。なるほどね。そう、実際のところは多分3と1、2、3やってないといけない要素は多分ほとんどないですけど、一応ね、なんかそのマリオカ、プライムハンターズっていう DS のね、メトロイドプライムに出てくるキャラが登場してるんですけど、トレーラー見ると。はいはいはい。全然気にしなくていいと思いますね、多分ですけど。任天堂って結構、普通にそのナンバリングつけまくるじゃないですか。それこそさっき言ったように、スーパーマリオランド3ワリオランドみたいな、なんか結構逆に当て込んで売ってるっすよね。なんていうか、新しい IP にしても良さそうなところをそういう言い方とかするっていうことが、昔からずっとそれが、なら別に有名だから別に気にせず買うでしょみたいなところが結構あるのかなっていう、だからでも特に気にせず買うんじゃないかなっていう気もしますね。でもやっぱプライムシリーズってやっぱ触れたことない人も結構、少なくとも国内ではかなり多いと思うから、4ってついてると尻込みしちゃうって人は全然やっぱいるかもなとは思いますけどね。それこそね、メトロイドはマリオとかと違ってね、ちょっとストーリーつながってる側面も多めなので、絶対多分やってないときのゲームにはしてないと思うんですけど、メトロイドプライムは1、2、3で3部作になってて、話が一区切りになってるから、4で全然新しい話が始まるって感じだと思うんで、全然やってる必要はないと思うんですけど。なるほどね。だけどやっぱ4ってついてるし、その日本だとやっぱその何ていうんですかね、海外ほどメトロイドってすごい浸透してるわけではないっていう部分からして、その4っていうもののハードルの高さを感じてしまう人は多分多そうだから、いっそのことやっぱ名前変えた方がいいんじゃないかなと、やっぱ思ったりもしますよね。メトロイドプライム何々みたいなサブタイトルのみにするみたいなのはなんかいいのに、そっちの方が尻込みはしないとなと思うんですけど、でもちょっと任天堂面白いことしてて、さっきのマリオカートの話に通じるんですけど、マリオカートシリーズってマリオカート、マリオカート64、マリオカートアドバンス、マリオカート、マリオカート DS とかマリオカート Wii とか、そういうハードの名前とかをね、ずっとタイトルにつけてたんですけど、マリオカート7で急にナンバリングが出現したんですよ。すごい変じゃないですか、これ。はいはい、なんでなんだろうなとはちょっと思うんですけど。だからさっき、トシンさんが言ったみたいに、あえてそのシリーズが、のナンバリングつけることで、なんか、マーケティング的な効果狙ってんのかもっていうとこもあるかもしれないけど、昔のシリーズやってる人が多いんであれば、そっちの方が売れるっていう。確かにあると思うんですよね。そのどういう考え方でそのナンバリングに変えたのかっていうのと、あとそれを今でも続けてるタイトルがあるかっていうのはめちゃくちゃ
気になりますよね。そうですね、ちょっと別のトークテーマになっちゃうけど、うん、モンハンとかもね、なんかワールドになってナンバリングやめて、うん、うん、ありますからね。そうですよね、なんかむしろこれ作ってる人に聞きたいですよね。そうですね、どういうナンバリングつけるときとつけないときは何の違いがあるのってすごく気になります。僕のマダミスはもう最初からつけてないです。一番最初は1ってつけましたけど、はいはい、はいはいはい、以降はつけてないですね。やっぱそっちの方がね、少なくともそのシリーズ、まあ知らない人は手取りやすいだろうなとは思うんですよね。うん、純粋に売り上げに出るんで、うん、そうですよね。2ってつける意味あんまないですね。うん、確かにな。なんであえてマリオカートはナンバリングつけるようにしたのか、ちょっと不思議だな。まあマリオカートにこの前作やってないといけない要素が一個もないのはさすがにわかるとは思うけど。はい、確かに。まあなんか新たな疑問が浮かんだところで、今週のトークテーマはここまでにしようと思います。はいはい。まあなんかこう皆さんね、なんかローンチタイトルなんか思い出とかあったらコメント欄に書いてください。でまたスイッチのローンチタイトル、まさか角度の高い予想をねある方はぜひコメント欄で僕らに教えてください。はい、はい、じゃあ先週のトークテーマに寄せられたコメントを読んでいきたいと思います。はい。で、まあ、先週のトークテーマはノベルゲームはゲームである必要があるのか、Life is Strange からかまいたちの夜まで魅力を語り尽くすという答えで、はい、行われました。で、寄せられたコメント、ゆうたにひらしおんさん、はいはい、ヒデーありがとうございます。ヒデーション、ヒデーションさん、はい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 、すいません。字の文がないので、ノベルゲームの定義を満たさないかもしれませんが、未解決事件は終わらせないといけないからをやっていて、テキストの読み方、うん、あるいは読み間違い方を強制できるというのが、ゲームの強みだと思いました、はい。未解決事件は、もし初めから正しい時系列で並んだ完全な会話録が示されたとしても、普通にゲームをプレイしてたどり着くものと同じ物語を知ることができます。しかし体験は大きく違うものになるでしょう。これは極端な例かもしれませんが、ね、メタフィクションになりがちというのもテキストの読ませ方にゲーム性の一端があるのと関係してそうな気がしてみますということです。はい、はい、いや、うん、未解決事件は本当に素晴らしいゲームなんで、とりあえずやってほしいっていうのがありますしまあちょっとね、うん、あれ考えてることとしては、まあちょっと難しい、若干誤解を招くような発言にはなってしまうんですけど、うん、やっぱそのゲーム部分を膨らませれば膨らませるほど、まあ、僕はマダミスなんか作っててやっぱ思うところの一つとして、はい、ゲームとしてのその要はパズル的な遊びとか、まあ未解決事件に関しても基本的にそのキャラクターの会話録っていうのを入れ替えて正しい時系列にするっていう遊びのゲームなんですけど、だからこれ、うん、そのやっぱそういうギミックのあるアドベンチャーゲームやノベルゲームになればなるほど、本編で起きたこと、つまりその実際にお話としてじゃあ1から10まで綺麗にしたときにそんな大したこと起きないんですよね。はあ、はあはあ、やっぱそのお話自体がを複雑にしたり魅力的にしたり、まあもっとそのお話自体をすごい濃厚なものにすると、まあ、逆にちょっとトゥーマッチというか全体的に。うんうん、だからまあ、まあ、それはやっぱりこう小説とかゲームとかを、交互に楽しんでる人とか、まあ、ぼんやりなんか、そう思う人多いかもしれないですけど、うん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 、基本的にはやっぱ、ゲーム性っていうか、まあ、パズルっぽくすればするほど、お話自体はやっぱ、基本軽くなっていくし、それがもう僕はいいと思ってますね。うんまあ、作り方として。実際、まあ、いわゆるパズラーとか言われるような複雑なミステリーとかも、やっぱ一時期そういう風に言われて、まあ、若干批判されてるポイントでもあって、うんまあ、その人間味とか、社会性とかっていうのが、まあ、ないがしろになってんじゃないかみたいな風な議論がされた時期もあって、そのミステリー小説の中でも。うんうん、まあ、だから、結局そこって、どっちを取るかみたいな部分だったりはするんですよね。まあ、もちろん、両取りしてうまくいってる作品も、あるとは思うんですけど、基本的には、別にそれで成り立ってるっていうか、まあ、基本そういう風な作り方した方がまあベターかなっていう。プレイヤーのインタラクションが増えるほど、うん、その物語的にこうめっちゃ大きな変化が起きるようなものを作りづらいみたいな。うん、まああと作ってもいいんでしょうけど、まあ要はそのトゥーマッチ、まあちょっとどっちかでいいっていう
なるほど。まあ、体験する側は割と、そういう感じはあるんじゃないかなと思っていて、だまあその、ノベルゲームをだから純粋に、パズル的な要素が少ない、まあ、読むだけのノベルゲームと、こういう未解決事件みたいな、うん、あのギミックがあるゲームだと、うん、まあその話の濃度とか長さとか、うん、まあ、なんていうんですかね、複雑さ。まあ、要は言ってしまえば、未解決事件とかも、みたいな、こういう作品って、ちょっとだから、これ自体の、その話自体を抜き出して、じゃあ、どっかに提供したときに、うん、結構割とベタですよ、やっぱ。はい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 、はい。割とベタなんだけど、まあ、パズルを解いた先にあるベタさだから、すごい感動できるっていうのがあって、はいはいはい。別に ベタが悪いわけでもないし、みたいなのを感じ、うん、逆に感じられるいいゲームだ。うん。まあ良さですよね、逆にこうインタラクションが少ないこう、まあ、それこそサウンドノベルみたいなものでも、うん、やっぱ、A ボタンを押して次のテキストが表示されるっていうなんかことに演出を組み込めるみたいな意味ではやっぱり小説とは明確に違うだろうなと思うし、やっぱサウンドノベルって言うだけあってやっぱ、ね、うん、あの音楽が結構効果的に作用する場面はすごく多いと思うので、うんうん、まあ、その辺はやっぱり小説っていうかサウンドノベルとか、まあ、ノベルゲームとかそういうものならではの体験だよなっていうのはちょっと思いました、うん、ああ、まあその小説とか漫画とか今描けない表現ですもんね、そのサウンドノベルとかの表現っていうのは。なんか急に文字がね大きくなったりとか、まあこれ小説でもたまにあるかもしれないけど、はいはい、うん、なんかそれがちょっと文字が揺れたりとかさ、そういうちょっとしたこうプロそのコンピューターが動かしてるものだからこそできる演出っていうのは一定数、うん、それが効果的に作用する場面っていうのも一定数あるよなっていうふうに思いますね。はい、いやまあそうだと思いますね僕。確かに。はい、じゃあ次のコメントをいただいてます。まあちょっとその今話した話にちょっと関連してる内容になっちゃうんですけど、SBNS5601 さんからのコメントですね、はい、ありがとうございます。最近SF 小説の三体を読んで面白さに震えてたんですが、媒体前に得意とする話のスケールが違うなと思いました。小説と比べるとゲームが得意なスケールはずっと小さい気がしていて、それがゲームの長所になり得ることは言わずもがなですが、逆説的にゲームと小説の中間にあるノベルゲームだからこそ作れる体験があるんじゃないかなと思いますと。まあ今ここの場にいるんじゃないかと錯覚する今の話を聞いて、いいコメントですよね。はい、いや本当にでもその通りだと思ってますね。まあ SF なんかもそうだと思うんですけど、まあやっぱそのさっきの話でも関連して言うと、基本的にやっぱ小説っていう媒体、まあ、特に紙とか、まあ、Kindle とかで読むときに、うん、まあ、感じるのは多分、まあ、基本的に引き算の美学なんですよね。で、はいはいはい、その要は、見てる人 の頭の中で再生されて想像されて、それがまあセンスオブワンダーを生むというか、うん、面白さを生む、スケールの大きさを感じさせるっていうのが、まあ、まあ美学の小説の大きな美学の一つだと思うんですけど、うん、まあそれに比べてやっぱゲームって全部表現できてしまうからこそ、まあそのまあ想像の余地っていうのをある程度こうスポイルしてる部分があり、だから想像させるっていうよりは、うん、まあその体験とか、まあ、絵とか音とかで、まあ、びっくりさせるとか、うん、まあこうちょっと、記憶に植え付けさせるみたいな方が、多分得意であって、だから想像の余地を残すみたいなゲーム作り もう当然できるっちゃできると思うんですけど、うんうん、まあそうですね。で実際多分その3体とか、まあ、もしくはもっと大きい、スペースオペラとかワイドグリーンバロックみたいな作品の、うん、感じをじゃあ、すごいグラフィックいいグラフィックのゲームで再現しようとすると、まあ正直言って、とんでもない金額かかると思うんですよね、やろうとすると。だから、まあ、まあ、いろんなアプローチあると思うんですけど、当然、まあ、ノーマンズスカイみたいなゲームにするとか、うんうん、そういう発想になってくる部分ってあると思うんですけど、まあ、そうすると、まあ、当然、じゃあストーリーどうするのとか、いう感じで、やっぱ、まあ、ゲームの方がね、ある意味では、その技術的、まあ、もしくは金額的な問題で、うんうん、できない表現とか、あんまりやってもしょうがない表現みたいなのが出てくるから、うんうん、まあ、すみ分けができてるだろうなっていう感じはあるし、
まあそれをね、ノベルゲームだから作れるっていうのは、多分探っていく中でそれは事実あると思います、ね。はい。まあまあ、当然ゲームなんでコンピューターが表現することなんで、まあ、どうにでもやりようがある、そのノベルゲームみたいな、うん、まあ、例えばかまいたちみたいなキャラクターがシルエットぐらい、そのシルエットになるほど抽象的でプレイヤー の読者 の、うん、あの想像を必要とするじゃないですか、はい、でそれからもう、うん、じゃあ今度キャラクターの絵が表示される、まあ、ギャルゲーとかね、あって、まあ、今度 3D モデルでカメラ割りがあってとか、どんどんこう、うん、まあ、想像の余地がなくなるとか、想像しな目の前にあるものになっていけばいくほど、うん、やっぱ手に取れるものになると、うん、スケールが小さく感じるみたいなとこはあるのかもなとは思うし、確かに、まあ、でも、うん、そうだから、そのゲームならではっていうのはそのグラデーションを作れる媒体であるっていうのがやっぱゲームならではで、その、うん、小説だったら、まあ、挿絵入れるとかそのぐらいのグラデーションはあるかもしれないけど、うんうん、まあ、ゲームはそのかまいたちから、まあ、かまいたちじゃなくてももっとそのそういうシルエットすらなくしても最悪全部暗転した画面で全部描くこともできると思うんですよ、そのノベルゲーム的な表現を、うんうん、そのグラデーションのどれを選択するかっていうのが、その物語のにマッチしてるかみたいなのを選択できるっていうのが、そのゲームの、っていう媒体の特徴というか魅力なのかなというふうに思いますね。いや、本当にそうですね。やっぱその、文章でつける嘘と、映像でつける嘘と、あとゲームを遊ぶ上でつける嘘みたいなのが、それぞれ微妙に違うので、だからこの辺を、まあ、ノベルゲームみたいな結構ジャンル越境っぽい作品だと、それどちらもできるし、うん、その辺のところでこう結構クラクラさせるような体験って、まあ、やれば多分できるし、うん、まあ、DDLC とか、うん、多分その辺とかに挑戦したりとかしてるタイトルだったりもして、まあ、その結果メタフィクションっぽくなるみたいな話は多分出てたと思うんですけど、まあ、メタフィクションっぽいっていうのも、まあ、一つの、まあ、現代の回答なのかなと思いますね。うん、こんな感じです、はい。ありがとうございます。なんかめちゃくちゃいい話が聞けましたね。はい。じゃあ、しゃべりすぎゲーマーは以上となります、チャンネル登録ボタン、グッドボタン、よかったら押しちゃってください。じゃあ、さよなら。バイバイ。ありがとうございました。